はい、てがーです。というわけで、はい、もうこんな補正来たら、ねえ、これ、ツキヨミ 19.5 番。うん、それはもう便乗ということで、私もツキヨミ使っていきたいと思います。はい、まあ、特に言うことないんでね、まあ、強いて言うなら、アルトをね、入れてます。2000回復をね、1200の特殊に変えて、3200のアドが出るんで、はい、まあ、そんぐらいですかね。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目いきましょう。アスリン。なるほど。さあ引きは、まあフェイルノット引けてるからギリセーフだけど渋くはあるね。でこれメリッサから出すと X 来られた時めちゃくちゃ弱いんですけど大丈夫ですかこれ。まあとりあえずこっちから行ってあげて、で相手なんか、あれもそうか、カワズ入ってるから神タンでゴリ押しみたいなのなくて、うわもうダブルオーラやられた、しんどいぞこっから、こっからしんどいぞそれは。フェイルノート出しにくい、フェイルノート出しにくいな、いや出しにくー、いや 60% でしょこれ、なんかちょっと出すのなんか違くね、いやかといってバイス出すのも違うよな、むずーいく、とりあえずいきますか。うん、でも絶対違うこれ、いや相当返ってくるねこれ、しんどいしんどい。さあさあさあ、はい、バイセー、こっちバイセー X でいいかな、バイセー X でいい予感、いい感じがするんですけど、まあ逆にわざわざ X 打つ必要もないじゃないんですけど、まあこっちでいいか。じゃあさあ、じゃあこれでいきましょう。はい。で、罠合わせられたらドンマイということで。にしても、ちょっと、トーヤに仕事されすぎじゃな。トーヤに仕事されすぎとるけど。はい。さあ。いや、ていうかね、もう本当にね、あの、冬の課題が終わらなすぎてやばい。いや、もうね、いや、痛いな。マジで終わらん。もう、こんなことしとる場合じゃない。だけど、まあ、オセロにはやっちゃうよね。はい。さあ、回復入れましょう。よいしょ、よいしょ。で、回復も入れまして、2000も入れまして、と。はい。もう本当にこんなことやってる場合じゃない。でもやっちゃう。これはもうね、本当に良くない。あぶねえ。さっきアルト出されなくてよかったね。さあ、そう来るってことは3。1800だから3800のアドしか取れないけど、でもコンボ強いからこれでいいかな。 OK。 コンボが最大4800の雷撃なんで、まあ超火エンデガと同じですね。はい。さあ、まあ取られるかな、多分罠で取られる。ああなるほど、それで取られるなら、あのフェルント弱いなコンボ。なるほど、まあ適度に殴りつつで、これでまあ右下でいいのか、まあそうだね、一旦右下でいいか、右下にしといて、で自分のコンボ増やしてフェリノとのコンボ上げてって感じにしようかな。で245枚ね、今2枚返されたとしたら3枚で4枚になって2400か。まあ、運転にいるんでね、そんな簡単にやられるってことはないと思うんですけど、うん。で、これはもうフェルノとコンボ繋いじゃっていいかな。これ、運転で繋いで、ロックからバイスで勝ちかな。うん。で、1600の、オーダーシーのね、雷撃も行くんで、OK。これは1万あるんで、絶対 OK ですね、これ。うん。で、次耐えたらなんなら相手パスできるし、うん。オッケーオッケー。はい、でこれしっかり耐えて、で最後バイスで勝ちですね。オーケーです。2,4,5 枚だからこっちの方が強いか。あでもキーマンおるからそっちの方が良かったか。まあいいわ。はい、ということで対戦まざしゃ。さあ、まあそれはそうなりますよね、ミラーマッチです。なるほど。
とりあえずペトラさん行きますか。とりあえず初めましてのねご挨拶代わりにペトラさんぶちかましまして、はい、初手から7000出していくのはもうチートなんですけど、はい、でねちょっとヌアザを持ってないのでちょっと許してくださいということで、はい、まあブラジェいいかな、はい、ブラジェ行きまーす。よいしょ、 OK、 完璧、完璧すぎる。で勇気が自分の駒3枚だったら1900ですか、はいはいはい、まあ、ギルガで出したらねマックス出るんでこいつ最強なんですけど、まあそれでも強いということで、んでこれ運転に貼られてるけど、まあさすがにヨフよりも勇気かなこれは。いやこっち、まあでもそうなると別に勇気を出す必要もなくなったなって感じはあるな。じゃあもうこっちでいいわ。うん、まあちょっとシールド出されてるんで雷撃で攻めていこうかなっていう方向性でいきたいと思います。よいしょ、はい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 。で、まあ、メーティスがなんといっても今日めちゃくちゃ強いんで、メーティス何も出るんだ、何も出る、3300出るんか。おっと、ここでここであるとですけど、でもそしたら代償したくないな。うん、ちょっと方向性変わりましたね。これライダーからいきますか。メーティス出したかったんですけど、これ半分切っちゃったら、うん、半分切っちゃったらねこれ回復入って2000回復がね1200の特殊食らうっていう3200アール取られちゃうんで、なんでここは代償出さずに自分の HP が半分切るっていうのを抑えたかったんですけど、あ、そうか、俺の駒少ないんか。 OK でここさえ耐えたからもうあと打ち放題だな。でも一回言っていきますか。これでもなかなか強いからな。よいしょ。相手はこれで2000回復入るね。で、俺は一旦地獄の回復禁止ゾーンは抜けましたと。はい。うわ、繋いでくるんだ。はい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 。うー、いいの引いた。相手の駒4枚。相手の駒4枚だからもう使っちゃっていいまである。いやでもまあまあ一旦まだ取っとくか。特殊で殴れるときは殴っとくか。うん、それがいいね。殴れるんで殴っときますか。で、これ回復入るんで、まあそんなに痛くはない。よいしょ。で、今、まだ初コンボか。初コンボなんで、いや、2回目か。そうか、ブラジェ出したんで2回目なんで、次コンボしたら1600の雷撃も入りますよと。ああ、金馬。なるほど。相手12000か。相手12000か。これを E6 に置いて次飛ばせるか。4000出して相手。いや、こうでよくね、もう。こうで。おりゃ。いや、これで次飛ばすっていうムーブでよくね。無理かな？次飛ばせんかな？さあ、どうですか？いや、俺、これで、なんなら次飛ばせる未来見えるんですけど、どうですかね、これ。メリッサが雷撃強めだし、さあ、雷撃シールドはこの世にないから、まあ、ないことはないけど、ないことはないけど、イーリー&エイリか。だから、これで、攻めるか攻めないかだ。2000、3000与えれるとして、3000の4600だから、3600出るか出ないかの判断なんですけど、3600が出なさそうだな。出ないなら、でも一回こっちでいいんじゃない？普通に。一回こっち入れといても、相手コンボないし、1500の倍数だけだから、そもそも耐えるんで、8400。うん、なんでこれで全然いいと思います。OKOK。で、これで耐えて、さらにダメージ食らって、あ、バイス引く。バイス。さすがにバイスの方が出るね、これは。というわけで、ここで、はい、数の雷撃も使いつつ、オーダーシーンも発動しつつ、
さあ4100とんでもない雷撃出ていきますと、はい、対戦アーザシャー。さあまあそれはまたそうですね、はい、つくよみかぶりということで、でまあメッティスからいきますか。いやマジでね、本当に、まあ、さっきどっちも出せなかったんですけど、フェリノート出した方が勝つんですよ。うん、だからさっきのも出されてたら多分負けてるんで、まあ、いかにフェリノートを本当に早く出すか、それだけですね、このゲームは。OK、ちょっと事故ってるね、相手。事故ってもその1300出るのは偉いんですけど。さあ、人のこと言ってたら俺も事故った。いやまあ一旦メリッサかな。ちょっとなんか最近メリッサもまあぼちぼちぐらいの強さすぎて、なんとも言えない領域に入ってきとるな。でも HP 高いしね。コンボが雷撃なんで、そこも結構いいんですけど、なんかすごい着せ替えみたいな持っとるな。あると引けたのでかい。こっちかな、一旦。なんか X から行くにしたらメリッサのコンボが弱すぎるんで、こっちから行きまして、でアルトを出すタイミングがめちゃくちゃ重要です、これ。どのタイミングなら2000のあれを変換できるのかっていうね。出すならこの次かな。この次っていうか。あー、ペトラ。ペトラとスーカ。なんか一旦アルト置いとく。一旦アルト置いといて、で、次ペトラで半分以下まで持っていけれんか。ご了承で。いや持っていけるね。ああもうそういうことだ。お互いね、そういうことですわ。フェルノと引いた S で固まった。いやもうどっちにしろそうだから、もうこれ行くわ。うん、どっちにしろ半分以下になるんで一旦こうですね。これはまあお互いね変換しましょうよと。はい、で変換して、でこっちにはフェルノとかいるんで、ていうかちょっと申し訳ないな。ああ、なるほど、そういう手があるか。それしんどいな、それしんどいな。そうか、そこのペトラそういう弱さがあるのか。全然何も考えてなかったよ。やばい、回復入ってます。やばいやばいやばい。いやでも一応ちょっとダブコンの回復ある、ダブコンの回復ある。一応相手目線ペトラ残せないから、ペトラ取るしかないでしょ。ペトラはさすがに残せないよね。残すんだ。それさ、それどうだ、飛ばせるくね、これ飛ばせるね、これ。これは飛んだね、多分。強すぎ。強すぎる。ペトラのコンボがエグすぎですわ、これ。はい。ということで、対戦、アザシャー。さあ、ヴィーナス速攻かな ?HP 的にちょっとまだ何とも言えないんですけど、まあ、速攻だと考えたら、一回ペトラじゃなくてメイティスを打っとこうかな。メイティスコンボ強いんで、でかといってわざわざ X から行く、こっちから X から行く必要もないような気もするんで、こっちから行きますか。さあ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 、初っ端から57出るのはいかついが、さあこれどう来ますか。相手右上 X から来たらもうビナ速攻ですね。懐かしいね、ビナ速攻っていう単語を久しぶりに出したわ。そういえば懐かしすぎる。これ、ペトラ出したくないけど、さすがに2手で半分いくってことはないよね。ということで、まあ、ペトラ出しますか。本当に、机も使ってるときあるとか怖いんよ。マジで。まあ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 、いいでしょう。で、これで半分いかなかったらあると食らわないんで。まあ、こっから半分はないですよね。オッケーオッケー。まあ、一旦最低限ということで。あ、ヨフィ。イオフィ、まあここでいいか。そんな X から行くほどのあれでもないんで。はい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 。で、バイス。まあさすがに取ってはこないですよね。ですよね。はい。
バイスが、うわフェルノと引いた、強すぎということで、じゃあごめんなさいバイス、出番ないです。まあ、この後バイス出すかもしれないけど、で相手がまだ一応神タンかどうかわからないよね。うん、あれてかそもそも銀四郎さっきから俺ひっそり食らってる、全然気づかんかったけど、何も思ってなかったけど、あ銀四郎食らっとるやんけ、神タンじゃねえやんけ、そんなひっそりといらんことされてたなんてね、全然気づかんかったわ。さあでもこれここ置いとけば、あのペトラでも耐えるんで、これはもう勝ったかな、さすがに。はい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 、次オーダーシーも発動するんで、もうこれはさすがに勝ちも同然。一応相手ダブコンあるけど、ダブコンしたとしてもね、一応される。でもオーダーシーまだ発動せんか、あちょっとまずいかも、ちょいまずなのかこの状況。あオーダーシー発動するんだ、246枚663600、4600の、6600、2000、オッケー勝ちましたわ。オッケーオッケーオッケー、これ偉いね勝てるの。さあさあ止まりません、対戦アザシャー。さあお今日の補正でラニですか、なるほど、はいはいはい、なんか絶対ペトラかメイティス初手引いてくれるのありがたすぎるな、マジで。こいつはいつ出しても強いんで、まあ初手出せない駒がちょっと何体かいる中でこいつら引けるのはマジでかい。なんかさっきも5700ぴったし見た気がするし、いやでもちょっと乱体初手、おっとなんか変なことしておるぞ相手。いやこれ囲うか、やめた、囲うのは現実的じゃない。囲ってそっちに数とか置かれたらちょっと話変わってくるんですけど、うーんでも相手の HP 的にちょっともう一枚エースが入っとるのも考えなければいけない。うーんいやでもご了承できるかこれ、 OKOK 最高なところに出た。でこれはもうコモつなげまくりゲーミングでどうにかなるのでは。でイシタル防止のアルト出してもワンチャンいいけど、まあそんなことせんでも引きが良きだし、これはいけそうですね。はい、 OKOKOK、 これはさすがにモナタかな。相手はクラリのコンボ使ってくるのかな。ああなるほどなるほどなるほど、そういうことするのね。いや一音、あでもそうか、回復入るから、回復入るから耐えるのでは、飛ばせはしないよね。うんで 100% でしょ。いや 100% は耐えるのでは、1枚返し8000、あ、マジでこれ、ギリ耐えるわ、祭り。OK、OK、それは耐えるね。祭りじゃないわ。エアね。エアもギリ耐えてたわ。多分。はい。さあ、ということで、これで5連勝まで登ってきましたね。さあ、これはいつ負けるのでしょうか。いや、えぐいな、本当に。対戦、アザシャー。さあ、続いてディートリヒクサビ系が来ましたね。はい、でここでついに大将駒無限召喚編はお亡くなりということで、はい、まあ、一旦春秋使って、でも勇気が900雷撃出るからまあよしとしましょう。 できれば成り打ち進行でいきたいのですが、あーだるい、そっち出ちゃうか。さあ下に出しましょう、下に出しましょう。 OKOKOK、 じゃあこれは一旦ね、一旦勇気出しますか。 OK、 これで1使えたのはでかい、いいよ。
いいですよ、非常に。はい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 。んで、ウィブとかはやめてほしい。ウィブ金もあたりはちょっとしんどいんで、遠慮願いたいんですけど。んまあまあ、それもちょっとしんどめではある。なるほどね。さあ、ここで。ちょっと、さっきね、ちゃっかり、祭り J 出された中で、S なしでちゃっかり勝ってるんで、ちょっと今回ぐらいは S のね、後押しを受けたいんですが、さあ、引けるか。なるほど。角から来ないと。はい。で、ここで引く。ここでペットラーよりも、まあ、結局フェリーノと。はい。渋いね。まあ、一旦出しますか、バイズ。さあ。でね、本当にね、ちょっと机読みが強すぎて、これ終わらない可能性が出てきている。本当に。いや、課題を進めなければならないという気持ちと、共に、10連勝ぐらいまで勝ってやりたいという気持ちも、ちょっとずつ湧いてきの、なかなか複雑なところではあるが、どうしようかな。これでもメリッサ出してもコモ弱えんだよな。いや、ウンディにしとこう、一旦ウンディにしといて、ライラがコモ強いから、400でしょ ?400、3体で2000でいるから。えぐいの来たわ。いや、ちょっと待って、ほんまに引かんな。ほんまに引けねえ。今こっちかでもさすがに。で、これで、さすがに、ドゥムジ繋がれるよね。繋がれると思うよ、これは。あ、繋がれない。繋がれないならさすがにこれ倍線当てやね。あ、スー引くなら、スー引くならこっちかな。よいしょ。これ相手数消すしかないよね。相手数消すしかないから。うん、数消すしかないんで、ドゥムジとキンマのどっちものコンボ使うってことは相手不可能。いや、ただちょっとそれ痛すぎる。それ痛すぎる。で、シールドはうちはもうない。うちはもうシールドないんですよ。でも3枚だから。まあ、一旦削れるだけ削っとくか。ブラジ出すのなしですね。コンボ増えるんで、相手。いや、まあ、行くか、一旦。でも飛ばないよな、絶対。ああ、まあ、そうだよな。まあまあまあ、仕方ない。これはさすがに負けかな。はい、ということで。5で終わりかな、今回は。いや、頑張ったんじゃない？はい、ということで、対戦、あざしゃー。